それではこの後のキャスターさん早速お呼びしていきましょう。この後は魚住真由キャスターです。よろしくお願いします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインをお届けします。魚住真由です。今日この後のお天気を中心に一緒に追いかけて見ていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日先ほど準備されているのをちらっと見て、はいはい、すごい水色の春らしい、水色にしてみました。青色でいいですかね、ドラゴンズブルーですかね。なんかそういう気持ちもこう出ているのかなって。確かに意識してなかったんですけど、そうだったんですね。確かにあの下の衣装がたくさんかかっているラックから、はい、知らず知らずのうちに選んでいたのかもしれないですね。え、これってあの、はい、会社内の衣装ですか？はい、あ、衣装協力 by 会社です。そんな素敵な水色のワンピースもあったんです ね発見しちゃいました。私もいつかあれですよね、はい、普段自由に着れるものですよね。そうですそうです、着てみてください。着てみたいです、ね、中日の試合がある時に、 ある時に気合を入れて、はい、これでもしいいで、ね、今日阪神さんに勝てば、うん、まあ、これがあの勝利服ということで勝利の服ということで、はい、かれてますねって言っちゃいますね。そうね、うん、そんな素敵なお衣装でこれから3時間聞けるということで、楽しみにしています。昨日は阪神さんは、はい、うん、っていう結果でしたが、はい、山口さんは怒ってなかったですか？あ、山口さんと番組中以外で、うん、あのお話しした、してたんですけれど、うんうんうん、全然もうまだまだ始まったばかりですとおっしゃっていたのを聞きました。前向きなコメント、あ、分かりました。いい情報を、うん、はい、番組内ではまだ私は触れていなくて、うんうん、あ、そうなんですね、まだ体力も温存されているかと思いますので。この後楽しみにしています。はい、いや、私も今日はあの今朝ね、山口さんと話していて、はい、野球の話一切していないので。そうなんですね。どんな感じで進行されてたかなと思って気になってお伺いしてしまいました。はい、あ、じゃあこの後ゲリラトークが、うん。いやでもね、まあ、今日が直接対決といいますか、はい、うん、阪神とドラゴンズの、うん、試合がありますので、うん、明日またどうなっているかが楽しみですね。なんか週末明け、うん、どのようなこうテンション感に大人がなっているのかが楽しみです。ぜひ皆さん、はい、お楽しみください、ね、はいはい、そしてあ、うん、昨日に引き続きモーニング3日目、そういえば昨日あの、はい、番組内で、うん、あのまゆさんに手を振って、ね、ありがとうございます、発見していただいて、すごい可愛かった。なんか早く帰りなねって、お母さんみたいに温かく本当そうよね、はい、ごめんなさいね、すごくいえいえいえ、そうな、嬉しかったです。可愛かった、癒されました。まゆさんのお散歩も私何度も見たんですけれど、うん、あれを見るためにまゆさんの食べてるものが私食べたくなって、そうなんですよ、うん、今回は春らしいものコンビニで買ったので、うん、肉まんとか買ったんですけれど、うん、あのスタッフさんもすごくお気に入りのあのストローを刺すの可愛すぎてなんかリーチが長かったですよね。なんかまさかそこをこう何回も流されるとは思ってなかった。そうだよね。何気ない一コマがね、こんなに。いやでもすごく可愛かった。ぜひぜひ、ありがとうございます。まゆさんのお散歩配信も、うん、私の配信もまだアーカイブに残っているので、うん、ね、何度もお楽しみ、ね、桜をいただいて、うん、見たいなって時はね。何もいい。はい、ということで、はい、ぜひぜひ、うん、素敵なお花見もしていただけたらと思います。そして関東では今日は雲が広がりやす、うん、午前を中心に少し、ね、曇り空というところ続きそうです、うん、こちらは雨の報告いただいていませんけれども、少しどんよりとした空模様の中の桜となっています、うんうん、今後はお天気どこのあたりを中心に見ていきますかね。はい、そうですね、まだその関東周辺であったり、ま、九州や北海道に残っている雨などね、そういったところの天気の変化も追いつつ、ま、日中にかけてどれぐらい気温が上がっていくかなっていうところも一緒に追いかけて見ていきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここまでは約3時間ウェザーニュースライブモーニングをお届けしていきました。3日間
ありがとうございましたと言いたかったんですけれど、ストローがそこまで、ね、取り沙汰されるとありがとうございます、うん、ストローいつも通り刺しただけなんですけどね皆さんもそんな涼しい飲み物、冷たい飲み物も今日は日中はぴったりかと思います。ストローさせていただいてお楽しみください。ではこの後も大住マイキャスターと素敵なお時間をお過ごしください。それではお疲れ様でしたさようなら。それでは早速ですが、担当されるキャスターさんとクロストークを行いましょう。今日は小林理恵キャスターです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。この後11時からのウェザーニュースライブコーヒータイムを担当いたします小林理恵奈です。午前から午後にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。でも素敵なトップスですねありがとうございます準備されてる理恵奈さんがとても美しくて、もうチラ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 、私も思ってました、はい、新映画見たいと思って今日はこの鮮やかな水色のお衣装で、うん、これ会社のお衣装で、うん、あですよね、はい、そうなんですよ。そう、あのゆいさんがこれでたこ揚げされてたのすごい思い出しました。そうですよね、うん、はい、私もこのお衣装で、あのこたつに入ってるゆいさんがすごい覚えてますそう、たこ揚げ衣装、はい、ゆかりんさんもこれ着られてたんで、ね、そのイメージあります、ね、ゆかりんさんも似合いですよね、うん、いやなんかこう先輩が着られてるお洋服を着ることができるってなんて光栄なんだろうって改めて感じました、ね、なんか会社にこうストックといいますか、うん、結構選んでいい衣装たくさんあるじゃないですか、うん、でもなんとなくこうみんなが手に取るものって似てるから、うん、はい、結構ねご覧になってる方も、はい、うん、あなんか前の週とかに誰々が着てたやつだよね意外と見てらっしゃいますよ ね、はい、ね、気づいてくださる方も多いんですけど、うん、やっぱりね偏ってきちゃいますよ、うん、色違いあるの知ってました？そうなんですか？この間ね発見したんですよ何色でした？なんか白とベージュみたいな感じの、あって、それも変わりそう私も勤めて1年以上経ったんですけど、うんうん、なんかこう新たなお衣装発掘するとすごい嬉しい気持ちになります。分かります、ね、こんなの眠ってたんだみたいなどこにいたのっていう、そう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 、うん、分かります。いやでもね、そんなあの会社の衣装に今日はパワーをもらってですね、うん、番組をお届けしてまいりましたけれども、はい、あ幕張雨降ってきましたか。そう、私はこう青を着ているのに青空をね全然見れず、あーしっかり降っている。本当ですね。ゆうなさんは、うん、傘を持ってきました？ないでもね午後はだんだんと回復していくので、りなさん帰りのタイミングは病んでいるかもしれないですね。ね、いるといいなと思いながらなんですが、うん、私も今日も割とこう早起きしちゃって、うん、あれなんだか晴れてるんじゃないと思ってたんですけど、はい、やっぱりね予報通り雲広がって、あ今ね傘もさしてる方見られますけれども、うん、まゆちゃんは持ってきてます、うん、今日のはいい子ちゃんで、うん、いい子ちゃんで持ってきちゃいました。あ、なんだよかった、持ってきてないみたいな言い方だったよかった、持ってきてたんですね。いや今日はもうバッチリ昨日の夜から準備をして、うん、あさすがです。持ってく気満々で、うん、そうちゃんと持ってきたんですけれども、まあ、ただこれぐらいの降り方だと、うん、まあ、刺さなくても大丈夫なような降り方な気がしますね、うん、そうですね、まだこう、うん、しっかり路面濡れてる感じはカメラからは見えないですね、うん、そうですね、まあ、ただせっかく持ってきたので刺して帰ろうかなと、うん、思います。準備したものを堂々と刺して、ね、ね、シャキーンとそうこうやって出してねじゃじゃーん、そうみんなに今日持ってきてるよっていう顔で、偉いでしょ思いながら満足感を味わいながら帰りたいと思います、はい、私はずっとこう小休憩中とかにも何食べようかな、うん、何食べようかなってお昼考えてたんですけど、はい、なんか山口さんに今日何食べたいですかって先ほどお伺いしたら、うん、麺が食べたいですっておっしゃってて、そうなんですね、麺の気分になってきたと思って、いや分かります、なんか麺をどこかで食べに行こうかなって、ね、いいですね、傘を差して
ね、サンシャイン終わりってちょうどランチタイムなので、うん、いやそうなんですよ、ね、お腹すきますよ ね、モーニング終わりはなかなかこの周辺もお店やってなかったりするんですけど、あ確かにそうなんですよ、朝枠ってなっちゃうんですけど、いや本当ねそうなりますよね、はい、サンシャイン終わりは割とねたくさん選択肢もあって、うんうん、ウキウキしながら帰れるんですよね、うんうん、ね今日おやつはじゃあパンの日だからパンですかね、はい、あ確かにパンもしっかりと食べて、ねうん、朝食べましたでもパン食べてきました朝、はい、あ本当ですかクロワッサン食べてきましたすごい、はい、ちゃんとやってる今日は何の日エリナさんはパンとか食べられましたパンはもう1年ぐらい買ってない気がしますね一人暮らしだとなかなか手に取らなくて確かに、うん、私もパン屋さんのパンが好きなのでねパン屋さんにシュピシュピッとゲットしちゃうことがあるんですけれども、うんうんまあ、ぜひ機会があれば、はい、1年ぶりのパン食べてみてください、ね、行こうかと思います、はい、そんな関東はねこのように雨が降っておりましたけれども、まあ、雨のエリアね限定的ではありますがこの後止むところあとはまた降ってくるところもありそうですよね、うん、そうですね午前を中心に雨のエリアもこういった関東でしたり、うん、北海道のエリアは午後にかけては、降り止んでくるところも増えそうです、九州南部から南のエリアも注目していきますが今日は、ね、今テロップにもあるように晴れアイコンでこの後ぐっと気温も上がってくるところ多くなりそうですので、うんねはい、雨のエリアと晴れエリアは今後の気温上昇といったところも見ていければと思います、はい、ではこの後のコーヒータイム、はい、よろしくお願いしますお願いしますここまで約3時間ウェザーニュースライブサンシャインをお届けしてまいりましたこの後のコーヒータイムも素敵な時間をお過ごしくださいそれではまた明日お会いしましょうバイバイ今日のアフタヌーン担当は小川千奈キャスターですよろしくお願いいたします皆さんこんにちはこの後14時からウェザーニュースライブアフタヌーン小川千奈が担当していきます今日から明日にかけてのお天気中心に見ていきましょうよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いします今日はあの天気としては雨のエリア、まあ、関東も含めて思いのほかこう雨が強まっていたタイミングもありましたので注目していったんですけれども、はいはい、後半はこう桜だったり、うん、あとは明日の俳句の話題もしたりと、はい、ちょっとゆったりした時間も過ごしていました、はい、あそう昨日は久しぶりに、うん、あのゆいさんとクロストークしたんですけど、あ見ましたあ本当ご当地のそうご当地せんべいマウントね今日はあのうん、またウグイスボールっていうお菓子が、うん、私たちにとっては馴染み深いウグイスボールボールちっちゃいあられみたいな、そうなんか、ひなあられ的なサイズ感のやつで、うん、この茶色い部分が、なんかちょっとねとっとしてるいやなんか言い方悪いな、なんかねコーティングがあって、うん、甘じょっぱいんですよ初めて見ましたあ豆ボールやっぱりウグイスウグイスボールそうウグイスなんですウグイスボールへえ。でもねこの子私も初めて見たんですよカリンちゃんとコリンちゃんかわいいですね初めて見た私も初めて見たもっとね渋い感じのパッケージで、うん、関西では愛されてたんですよねへえ。そうなんか私もお昼の番組なかなか入らなかったので、うんうん、おやつだったりランチリポートをすごい見ることができて嬉しいなと思ってたんですけど分解して食べてたんだ関西って美味しいものいっぱいありそうですもんね何なんだろうでも南部せんべいってせんべい汁の中にも入るってゆいさんおっしゃってたんですけど、うん、あなんかこうせんべい汁専用のせんべいがあって、普通のせんべいじゃなくてまた専用なんですけれども別物なんですねそうなんですナムせんべいはやっぱりこう耳の部分が美味しいという耳ちょっとはみ出て薄いところがあってそこをパキパキ折って食べるのが好きなんですよ、どういう感じのお味ですかしょっぱい味あどうだろうせんべいとしては結構どうでしょうねしょっぱくはないんですよでも甘くもなくてただあの豆せんべいとかいろいろあって今あとチョコとかもいろんな味出たりしてるので、そういうものだと甘かったりそうなんだなんレパートリーも増えてるんですね増えてて自分で作ることができる施設もあるんですよねそうなんですよそうなんだちょっと味はそうですねないに近いというか、うんうん、優しい味あそうなんですねそうなんですごまの味がしっかりとするあそっかそれゆうさんもおっしゃってました、うん、なんかせんべい汁も、うん、あの
ネーミングは聞いたことがあるんですけど、うん、結構頭にその絵が浮かばないというか、どんな感じ、うん、結構おせんべいというとこう茶色いおせんべいとかを浮かべたりするじゃないですか、うん、結構こう真っ白じゃないですけれども優しい味の本当に生地というか、はいはい、で入れるので結構ひたひたになって柔らかくて、うん、もうお子さんからどんな方でもいただけると思いますし、感覚的にはお麩みたいな感じなんですか。そうですね、お麩みたいな感じですかね。しっかりと煮込めばそれぐらいになりますし、給食にも出ます。嘘、うん、そうなんですか、うん、いや給食ってそっか、ご当地のもの結構反映されそうですよね。明石焼きとか出るんですか。明石焼きはないんですけど、うん、今神戸牛とか出るらしいです、すごい、いいな、いいな。あとはなんか洋食が有名だったので、うん、そういった献立縛りみたいなのもあったり、いいな、お腹が空きます ね、 お腹が空いちゃったいや本当に今日はコーヒータイムならではな、うん、まったりした時間も作りながらもお天気見ていたんですけれども、はい、あ、せんちゃん来るとき雨はどうでした。ちょうど降ってきました。あ、ちょうどアラームが来て当たるなって思いながら、ね、うん、関東南部では思いのほか雨が長引いてしまっていて、はい、昨日まではこう午後は天気回復傾向という見解だったのが、うん、千葉県などは夕方まで長ければ雨が残るということです、はい、今でも止んでますかね、どうでしょうか、うんうん、まだ明るさが出てきてるのかなと画面上では思うんですけれども、はい、まあ、関東含めて北海道など雨のエリア追っていきつつ、今後心配なのが九州を含めた奄美沖縄方面の雨となります。はい、この後また活発な雨雲かかるタイミングありそうですね。そうですね、この後関東なども含めてしばらく雨は続きそうですが、明日にかけて前線が近づく影響で九州や奄美などは雨が強まる可能性がありますので、明日にかけてのお天気詳しくお伝えしていきます。はい、ではこの後のアフタヌーンです。はい、ああそうですね、私たちがいるから、うん、ごめんなさい、モーニングサンシャインみたいなよくね私が悪いです私も気づきませんでした、ね、うん、続いてのアフタヌーンとなりますので、はい、はい、よかった、はい、せんちゃんよろしくお願いします。お願いします。春は肌、どうしてもね朝組2人が並ぶとね時間がちょっといつもと感覚違ってくるかと思うんですけれども、ぜひ14時からのアフタヌーンも引き続きご参加いただきたいと思います。明日にかけてはお天気ね、まあ、良くなるところもありますけれども、一部は雨の降り方心配ですので、そのあたりも最新の情報をぜひご確認ください。ではここまでご参加いただきありがとうございました。この後も素敵な金曜日をお過ごしください。続いては小牧ゆいキャスターです。よろしくお願いします。こんにちは。この後17時からウェザーニュースライブイブニングを担当します小牧ゆいです。今夜から明日のお天気を見ていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日リーちゃんとのクロストークを拝見したんですけれども、うん、はいはい、こう南部せんべいを背負ってくださって東北のものとしては嬉しかったですねさすがせんちゃん、南部せんべいやっぱり馴染みがあるというか、もう当たり前のように日常にありますよね、うん、ありますよねやっぱり宮城にも売ってるんですか、うん、宮城にもそうですね、うん、売ってます。スーパーにも売ってるし、うん、あとはアンテナショップが、うん、都内にもあるじゃないですか。ありますよね。岩手はさ、はい、あそこにあるよね、銀座に、銀座にあります。銀座にあるよね。あります。岩手銀河の、岩手銀河プラザ、銀河プラザか、はい、私結構行ってますね。あ、本当、私も行ってるのよ、はい、嬉しい。いつか会うかもしれないですね。いつか会うかもね宮城もありますよね。宮城も実は池袋にふるさとプラザっていうのがあって、はい、牛タンもね、うん、一緒に食べられるんですよ。角っこのところですか。そう、池袋駅の割と目の前、うんうんうん、ただなんか そこが閉じてしまうみたいな情報も回ってきていて、そう、牛タンも食べられるのに。そうなんですよ、私的にはすごく寂しくて、存続してほしいなっていう。そうですよね密かに声を上げてたんですけれども、やっぱり仙台といえば牛タンのイメージがすごくありますし、でもこうアンテナショップがあると、うん、なん
か故郷を身近に感じられて嬉しくない？そうですよね、嬉しいですよね。あ、ここで手に入るみたいな、うん、そんなホット感がありますけれども、ね、あとよく私仙台土産で、はい、あのカモメの卵をこう友人たちに配ってきたんですけれど、うん、あれは、はい、岩手のあれって思いました。そうそうそう、カモメの卵って、はい、あれ岩手だよね。岩手の卵です。岩手の卵、岩手の卵そう、仙台駅ですごいよくね、並んでるので小さい頃から。確かに盛岡駅にも萩の月が売ってます。あ、なんかそういうことなんだよね。そういう感じですよね。そういう感じでなんか、うん、美味しいから食べてみたいに。美味しいですよね。カモメの卵をね配ってたんですけれど、あ、そっか岩手のものだと思ってセンちゃんがねいつか買ってきてくれたよね、うん、カモメの卵。あ、買いましたね。だから、うん、せんちゃんのものだと思っていやいやいや、私も萩の月が大好きで、はい、あれ何個も食べれますよ ね、 ね、美味しいよね。萩の月は宮城ですよね。そう、宮城。美味しい、中にカスタードが入っていて、いろいろ美味しいものがありますけれども、なんか物産展とかやりたいね。そうですね、勝手に岩手と宮城のコラボ物産展美味しそうです ね、 ね、ここにこうパーって広げて、うん、そうですね、いろいろそのご当地の、そう、ご当地をね、のものをね、なんかリーちゃんも持っていきそうですねそう、なんかやっぱり全国各地からキャスターさん集まってるイメージもあるので、うん、はい、なんかね、それこそ特番組んで、うん、いいですね、おすすめ、ね、物産展、うん、特集開いていくのもいかがでしょうか。いいですねなんか最近持ち込み企画をね、うん、それこそアイリンさんの宇宙食だったり、うんうん、はい、盛んなので、え、宮城いいですね。まずは仙台から仙台と岩手のコラボと、岩手のあと妖怪天気もどんどん溜まってきたらギャラリー作ってもらって、楽しそうですね。私この前冬は車で岩手まで帰ったんですけれども、そうなんだ、その途中でやっぱり仙台寄って、うんうん、夜ご飯仙台の牛タン食べました。お、さすがです。え、関東から、はい、せんちゃんの運転で岩手まで、うん、あ、こうなんか交換交換しながら、交換交換ですごい、はい、帰ったんですけれども、楽しいよね。でもそうです ね、 ね、こう利休さんも有名ですけれども、うんうん、本当にたくさんのお店があって迷いましたね、うん、美味しいところがいっぱいきっとあるので。確かに迷っちゃうね。予約がやっぱり土曜日だったり取れなかったりして、宮城県すごい、あそこ美味しいよ、司っていうところ、司、うん、ゆいさんが今放送したらすごいわあと丹谷善次郎とかも、あ、善次郎行きました。行った、はい、うん、その時善次郎さんに行って美味しいですね。嬉しい、こうやって東北話が嬉しいですね。で、最近増えてきて、ね、もっともっとクロストークさせてください。お願いします、そんな今日でしたが、はい、穏やかに晴れていたところがこんなリポートが届いていました、ね、愛知県の方からカッパカッパさんのリポート。愛知県にカッパなんですか。カッパって意外と全国にいるんですよね。あ、全国なんだ、はい、全国ってわけじゃないんですね。特にそうですね、岩手県も有名ですが愛知にもいるということで、そんなカッパさんの後ろには穏やかな青空が広がっておりました、はい、そうですね、はい、そんな空が明日も広がるところ多くなりそうですが、一方天気注目したいところもありそうですね、うん、はい、まあ、明日もですね、こう穏やかなお天気となりそうなエリアが多いですので、皆さんもお花見楽しんでいただきたいと思います、はい、その一方でね、九州などはにわか雨の可能性があります。気温も今日以上に上がるエリアが多くなりますので、今日からの気温変化なども注目して見ていきます。この後もイブニングよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまではウェザーニュースライブアフタヌーンをお伝えしていきました。明日からは週末、皆さん素敵な週末をお過ごしください。それでは素敵な週末を、皆さんごきげんよう。この後は20時からムーンが始まります。担当するキャスターさんお呼びしましょう。山岸愛理キャスターです、よろしくお願いします。はい、こんばんは。この後20時からウェザーニュースライブムーンを担当します山岸愛理です。今夜から明日にかけてのお天気を中心にお伝えしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、愛理さん、聞くところによると、はい、
今日も、うん、なんだか特番があるらしいじゃないですか。特番ではないんですけど、特番ではない、あれ違う、ちっちゃなコーナーなんですけれども、はい、23時から切り抜きライブラリーってやってるじゃないですか。はい、はい、やってますね。そう、スタッフさんっていつも企画を探していると思うのであ、今日も企画っていう風になっていたところに、はい、切り抜きライブラリー視聴放送やりましょうかって言ったら、よしやろうって、なんかもうすぐに企画にしてくださいましてノリで決まったんですね。ノリで決まったんです。さすがすぎます。そんなことあります？本当ですよね。ついさっき決まりたてのほやほやの枠っていうことですか。はい、だからね、何にも何するのかよく分かってないんですけれども、はい、その切り抜きライブラリーって深夜にやってるじゃないですか。やってます。私もムーンの後、うん、見ちゃいます。そう、結構あれをね、私やりたいなって思っていたのが、はい、本当は誰かキャスターと2人で、あ、この時ねこうだったんですよねっていうのをおしゃべりしながら一緒に見るっていうのをやりたいんですって。本人に聞きたくないですか、うん、あ、この時の例えば、うん、まゆちゃんに、うん、どんな気持ちで本田さんにあんなに切り込めるのって。あ、うん、その感想は確かにどっかでもらいたいですね。ちょっと聞きたいんですよね。あ、本当にこんな気持ちでしたとか。そうなんですよ、ね、最近も見ました、うん、あの、まゆちゃんがお弁当のお話をしてたんですよ、うん、お花見に行く時の、うん、お弁当はまゆちゃんは唐揚げが好きだよとか、うん、あのおにぎり好きだよとか、うん、その話をずっとかわいいされてる姿がもうほっこりしちゃって、うん、なんかもうね、キャスターさん、うん、みんな切り抜きのね、ポイントがあるので、まゆちゃんって普通の話が普通に面白いんですよね、ずっと。そうなんですよね。いや、すごいと思う、うんうん、カメラ回ってないところでもいろいろ喋っててなんかもうね、気になるポイントがいっぱいあってまゆちゃん語録、うん、そうなんかすごいですよね。まゆちゃんワールドすごいんですよ本当はでも、もっとカメラに映ってないところも含めて、うん、もっと届けたい、うん、私たちが切り抜きたい本当は。あ、この話も本当カメラ回ってるところでしたしみたいなのがいっぱいあるんで。本当ですよね。あと、うん、まあ、切り抜きさんたちがこう、職人さんたちが作ってくださる動画も面白いですし、うん、毎日 の、 あの、うん、クロストークのアーカイブも結構私好きで、うん、ムーンの後眺めちゃいますね、うんうん、ね、あとこの毎日忙しいとそんなにじっくりね見ていられない方も多いと思うので、これはこんなことあったんだって知ることができるっていうのはいいきっかけですよね。そうですよね。そこから、うん、あ、ウェザーニュースライブっていう番組があるんだって入ってくださる方も増えていて、ね、うんうん、登録者数もね本当に伸びて、うん、皆さんありがとうございます。いや、皆さん本当ね工夫してくださってて、うん、編集もかなり凝っていらっしゃってね、効果音とかすごいですよね。そう、ドドンとか、いや、あれ大変だと思いますよテロップとかすごくないですか。うん、いや、テロップは大変だよ。大変ですよね、うん、私よく見てる YouTuber さんも、あ、テロップつけるのが嫌だっていう風になんかで言ってて、あ、大変なんだな、ね、編集って。本当ですね、寝てます、ね、切り抜き職人さんたちってどうやって情報を得てるんですかね。だってそうですよね、その切り抜く方々だって別にね、一日貼ってられるわけじゃないじゃないですか。そうですよね。お仕事きっとね、なさってる方もいっぱいいるでしょうし、ね、どうやってるんでしょう。しかも番組終わったすぐ後に切り抜きが出てたりするじゃないですか、うん、そう、すごいですよ ね、 ね、そう、そういうのをブツブツ感想とか言いたいんですよ、うん、あ、これ知らないとか、なんか、はい、あ、これ、はい、あ、これ見たみたいな、こう話をしたいなってずっと思っていて、はい、あ、やりましょうかって言ったらすぐ企画になっちゃいました。さすがすぎます。これ皆さんもコメントこう打ちながら見れるということですよね。そうですね、一緒に見ましょう、ぜひ、はい、私も知らないものも出てくるかもわからないのでね、ぜひぜひ23時からも皆さんご参加ください。ここまでウェザーニュースライブイブニング、今日は穏やかな天気のところが多かったんですけれども、うん、はい、ムーンも非常にこう夜桜も楽しめそうなお天気ですね。そうですね、もうこの後雨に注意が必要な地域、西日本の一部となりそうなので、ほとんどの地域で穏やかな空を楽しめそうです。週末にかけてのお天気も一緒に追いかけていきますので、引き続きご視聴ください、はい、それではムーン、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでウェザーニュースライブイブニング、ご参加ありがとうございました。さあ、金曜日ですね。今日晴れているところも多いですし、明日にかけてもだんだんと日差しが届きそうです。明日、そして明後日、皆さん素敵な週末をお過ごしください。それでは。